釣りが好きでね、昔は対馬って韓国に一番近い島の方まで漁師の家に泊まりながら行ったこともあるぐらい釣りが好きだったけど、どうも最近ね、朝早く起きられなくなったので釣りの方はやめて、最近はひたすら横になって韓流映画でも見るぐらいですかね。そんなもんです。